ザキントス島はイオニア海に所在するギリシャ領の島で地理的、行政的にイオニア諸島に属する。ザキントスの名はギリシャ神話の人物ダルダノスの子供の名前に由来する。ベネツィア語ではザキント、英語ではザンテ島と呼ばれた。また別名としてレパントの花と呼ばれることもある。ベネツィア共和国、イタリア諸行、オスマン帝国、 フランス第一帝政、ロシア帝国、イギリスと目まぐるしく創始国が変わり、1864年にギリシャに統一された。1953年には大地震に見舞われている。ザキントス県はイオニア諸島地方に属する行政区である。ザキントス県はザキントス市一市のみからなる。ザキントス市はイオニア諸島地方ザキントス県に属する基礎自治体である。 ザキントス島全体をその地域とする。現在のザキントス市はカリクラティス改革に伴い旧ザキントス市をはじめとするザキントス等の自治体が合併して発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。下表の旧自治体名欄は無印がリモス。 印が気のテタの名を示す。海岸線の洞窟や連なる断崖など、風光明媚な観光地として知られており、アメリカをはじめ海外からも観光客が訪れる。2011年、島内の視格障害者に対する障害給付率が、島民の1.5%にまで上昇。社会保険機構は、不正受給の疑いがあるとして、実態調査を命令。再検査の結果、 8割以上の受給者が障害なしと判定される事件があった。ありがとうございます。